で、次がね、YouTube の方なんですけど、YouTube はちょっとアナリティクス、ちょっと今状況が独特なことになってまして、1月のデータを見てみましょう。1月のデータはこんな感じ。6948再生ということで、いや、状況良くなってますね。12月のデータ見てる。12月が4000再生とか、まあ5000切ってたよねっていうところから、頭がなかったね、300と200とかっていうところからだったのが、4603とかで、いう感じだったのが、ちょっと1月になると6900とかで上がってはきてます。登録者数の増え方も、ね、ちょっと増えてますし、再生時間がね、やっぱし、その、2000再生の差なんですけど、再生時間が271時間と、伸びてきてるっていうのは非常にこれはね、うちとしては狙いとしてはいい傾向になってるなっていうところがあります。この期間の上位コンテンツという、やっぱし、コンスタントに、入る動画が、もう一つできたっていうのは大きいですね。ずっとね、このね、ジョイサンドの動画が結構それなりに入っておるんで、もう一回ちょっと、もう一発ちょっとジョイサンド撮りたいところがあるんですけどね。で、やっぱちょっと地味ネタね、早めのネタ入れると、やっぱそれなりにそれは伸びるなっていうのがありますよねっていうのと、で、満腹屋ね、やっぱ強いな。ずっとこれが引っ張ってくれてるって感じですね。ということで、1月としてはこんな感じですよというところですね。コンテンツリサーチでいくと、リーチのね、ところでいくと、結構、16万インプレッションもね、16万とかになってきてるんで、これ多分、前はね、だいぶ低いはずよね、8万ですから、インプレッションの方が倍に増えるようにまで持ってきてる。っていうのは認知機会の獲得っていうのがね、今、喫緊の課題なので、このあたりの課題に対する対応はできているのかなという感じですね。で、ただ YouTube に関しては、どっちかというともう一つ いい情報があって、ここと比べたらあれなんですけど、2月ね、今の今月のデータが今の段階で実はかなり良くてですね、よくご視聴。概要で見ると、2月は一気にこれがね、12月が4600で6000になったよって言ってたんですけど、実は2月は今、もうまだ途中の段階で、1.4 万再生まで来てます。っていうことなんで、かなり、増えてます。で、再生時間は270時間、これは増えてる。あ、これは、あれですね。っていうので、わかると思いますけど、まあ、これは単純に、ショーツが引っ張ってくれてます。こんな感じで、ポーンと山で2000再生とかのね、山を生んできてるっていうのは何やってると、これ自体はちなみに、2200再生いってますけど、これ自体100本投稿で、1日100本投稿でったところですね。で、別にその全体的にポーンと再生が入ったわけじゃなくて、その時に上げたショーツが結構伸びたんですよね。何がだったっけ、この時に。これは、5月同州推理の ATM。これがね、結構人気で。あれですね。セブンイレブンのセブン銀行の ATM の的なりに、イオンのイオン銀行の ATM があるっていうね、面白いところがあるんですよ。四日市駅なんですけどね。そうそうそう。オンゴチャンネルとちょっと取りに行ってみたんですけどね。その時の時にね、ちらっと撮った動画が、実は、ポッと。やっぱ、うちはね、1分じゃなくて10秒勝負でやった方がいいね。って思った。短い動画の方が伸びる。これも11秒の動画の方がやっぱし、伸びるなっていうのは感じましたね。で、あとは実はアグレスチャレンジってね、多分、国内向けの人に見るとね、なんじゃこれっていう風になってると思います。これがね、実は、引っ張ってくれてるんですね。で、インプレッションも実は10万ってことなんで、ショート以外のところも、もうそんな悪い数字にはなってないってところなんですよね。このあたりとかも結構大きいなってところです。で、ショートはフィードからの、やっぱ、フィードからのその視聴回数、大きいっすね。普通のインプレッションと、動画と全然違いますね。3万で9000しよう。こっち10万で5000じゃないですか。だから 3.6 とかに見ますけど、こっちだと3万のうちの9000だから、4分の1ぐらい、口3、4分の1ぐらいは入ってくるよということなんで。で、しかも、これに関してはどうなんだろうな。登録者数は、
どう見るべきかなんですよね、これ。7人増えて、小数で7人増えてますよってことなので、これがどう見るか、というところですね。どう見ていこうかなってところですね。っていうのがあったりします。で、すべてで全体で見てみると、こんな感じで、結構登録者数の増え方としては、まあ動画の方のが、まあ、視聴数から見てみるといいのかな、入りの具合としては。っていう感じはありますね。まあ、ショートフィードとかこんな感じで入ってきてますってことで、まあ、ショートが、2月からね、本格的に導入して、これが、引っ張ってくれてるというところですね。その結果ね、結構面白いデータが出てまして、結構変わってきているところがあって、例えば海外がすごく、のやつ、日が入ったりとか、結構見ている時間もね、まあ、やっぱ日本が、メインにはなってるんで、日本の方が多いんですけど、結構それでもね、普通なら入らないよね、日本だとそんな入らないよねっていう時間帯にもちょっと入ってくるようになってくるっていうのは大きいところかなってところですね。で、視聴率はまあ男性の方がやっぱ高いんですけど、でも78、8対19ってことなんで、案外、まあ8対2ぐらいですね、大体約、になってるってのは大きいですし、実は、今までだったら高齢化がね、著しいうちのチャンネルだったんですけど、実は今一番高いのは10代、この、20歳前後のところの、ところの方が増えてるっていう風になってる。これは多分ね、海外の影響もあると思います。っていうのがあったりして、そういう風になってるのかなっていうのがあったりするっていうのは、まあ面白いところですね。なるほどなってところです。ちなみにこの国とかも結構詳細がパーッと見てるんですよ。こんな感じでワード地域がスラーッと見れるんで、こういう風にしてデータを見ながらね、ゼロってなってますけど、要はちょっとアクセス勝手したようなやつはこういう風に、一応チラチラと入ってたりするということなんで、これが結構ワッと増えてるっていうのは、やっぱしショーツの影響大きいな。やっぱ、ショーツも英語向けにしてますし、実は、セッティングとかも全部英語ベースで、ショーツは作ってるんですよ。それが結構海外のところにヒットしやすいようにね、ちょっとやってるんで、あとはちょっと時差とかその値とかも考えた方がいいのかなってこと。今10時、朝の10時に投稿してますけど、まあ、いや、メインチャンネルの方のそのメインの動画引っかからないようにってやってるんですけど、もうちょっとこれ時間をちゃんと調整して、やったれば、結構、もう、アベレージ線とかに乗せれるような感じで、ちょっと思っていきたいなと思ってはいます。まあ、あの内容で線いったら、めちゃくちゃ御の字ですからね。アクエリアス飲んでるだけですからね。あと昨日あげて、この風に、日にあげてるやつなんて、おにぎり食べてる動画だけですからね。それでもね、まあ、いけるっていうのがね、一つ、まあちょっと、そういうのも一つの知恵の出しどころですんでね、っていう感じでやっていこうかなって感じですね。っていうのが、まあ、見て取れたってことで、まあ結構面白い結果が出てきてるなというところでございます。まあ、相変わらず再生数見ると7とかなんでね、多分、何をやってるんだって言われがちではありますけど、最新動画が7再生で、こんなにくだらない動画を開けても25万再生累計取れるように、仕組んでるよっていう、ある意味で当初の狙い通りではありますんでね。ですから、実はそんなに悲観はしてないところはありますっていうところですね。まあそれが多分これ見ると分かりやすいのかな。こんな感じですので、うちのところのデータ見てみると、登録者、この二つのね、青い線と赤い線の要件を両方見出さないといけないんですけど、まあ、もしくはね、ショート動画、1000万再生いけばいいんですけど、まあ、これちょっと、かなり大変そうね。1万再生なんでね、まだ。まあ、でも1万再生入ってるっていうのはありがたいですよね。で、いうところで行くと、この、公開動画の、ね、総再生時間が2734時間ってことで、実は、登録者数のあれよりも、こっちの方がうちは先行してるっていうのは、実はこれは非常に重きを置いているところなんで、なぜかというと、1000人超えて、これがどんなに早く埋まろうが、その後の収益には、ここのね、メモリーさえ超えてしまったら、何の影響もないですけど、動画の総再生時間は、これが長くなれば、ピュンとなればなるほど、その分、つまり広告が再生されるということなんで、つまりこれは伸びれば伸びるほど、ここは伸ばせば伸ばすほど、チャリンチャリンが効率よくなるということなんで、実はだから、
今の段階ではね、いや、もっと、ちゃんと1000人目指して、ちゃんとした、やつをやった方がいいっていう意見をよくいただくんですけど、実は、ストラテジーとして、そこに舵を切ってしまうと、完全に、土台崩れちゃいますからね、っていうことなんで、ストラテジーに関するところに関しては、絶対はね、変えない。その他にタクティクスね、いわゆる、戦術になるようなね、細かいところはもうバッカバッカ変えてきますんで、その値がね、しっかりと分かっていただける方がまた、残って見ていただいて、あ、なるほどなと、分かってご理解いただけると、より強いチャンネルになってきますんでね、実は。今の規模で25万再生まで、いただけてるというのは、実はそういう意味で言うと、実はあまり悲観もしてない。ところがあったりします。まあ内容はクソですけどね。わかってます。大丈夫です。内容クソなのは理解しています。だから逆に言えば、内容がクソでも、こういう風にしてね、ちゃんと戦略立ててやると、案外といい数字な。これ動画投稿やったことあるよっていう人が見ると、大体皆さん、えってなりますもんね。やっぱ、動画投稿してない人は、やっぱ、登録者数が一番最初目に入ってきて、大体それがヒエラルギーになってるっていう感じになってると思うんですけど、まあもちろん登録者数もね、ヒエラルギーの一つであるんですけど、クリエイターの動画投稿してる人と話すると、大体もう再生数の話です。再生回数ヒエラルギーです。だから動画分野がどうしてもすごい、いや、フィッシャーズか強いっていうのは、100億再生を持ってるからなんですよね。100億再生、それはすごい。10ビリオンですからね。だからやっぱ再生回数が出せるところがすごいなっていうところがあったりするので、そこのところに、持ってる。なんで再生回数と、もう一つがこの再生時間なんですけど、再生時間はクリエイターさんのこの画面でしかないと見れないんで、客観的判断難しいんですよ。だからもしデータがない、何でも見せてあげますよって言われたら、私はトップクリエイターさんのデータ何でも見せてあげますよって言われたら、ヒカルさんとヒカキンさんとフィッシャーズと東海オンエア、ここの、ハチメイさんのデータいらんのかって思われるかもしれないけど、ハチメイさんは多分ヒカキンさんとほぼほぼ、似たデータの、正比例で生きてる感じがわかるんで、あー、コムドット欲しいから、でもコムドット多分ヒカルさんに近いと思うんだよな。でも欲しいか。ですから、あのあたりのそのクリエイターさんの、この再生時間、どれぐらい再生時間稼いでるのっていうのは見てみたいですね。再生数は、うちでもデータで拾ってやってますけど、あれでわかりますんで、っていうところかなっていうところですね。このあたりとかもちょっと注力しながらやっていきたいなっていうのを、まあ、ここまで見ていただいている方はね、きっとコアな方だと思いますんで、そういうような戦略の話してもいいんじゃないかな。本当はネタバレになるんでね、こういう話をするとね、何それでって言って、まあ、でもこれ、同じことをやっても、どっちも伸びるんでね、これで同じことをやったから、どっちかが潰れるわけじゃないんで。あと多分、誰もやらんしょ。じゃあつまらない動画をあげようって。それはね、逆にね、難しいですからね。で、つまらない動画をあげようと思って、その埋まらない動画をあげるって、いや、世の中につまらない動画いっぱいあるじゃないですか。あれって、面白く作ろうとして、いたたたたっていうのやるじゃないですか。バカッターとかもそうですけど。じゃあ、うちは分かってます。つまらないです。つまらないけど、あげるっていう。質より山よっていうね、方針でやってますっていうのは、逆に、こう割り切るところはなかなかないと思うんでね、言っちゃってもいいのかなっていうところでやってますというところでございますっていうところですね。まあ、今月はこんな感じでした。まあ、ちょっとね、まあ、冬、ちょっとさ、お寒いのは寒いところですけど、いい傾向も見えてきて、実は登録者数も354と、地味に増えてますね。地味に過去28日間も1.5万再生とかって言って、地味に稼がしてもらってますんで、実は、わーわーわーって言ってますが、上位などスーって見てみると、こっそりショートじゃない動画もちゃんと上位の方に入ってきてるんで、そんな感じで、実はあまり悲観せずに、やらせていただいておりますよというところでございますね。まあ、とはいえね、まあ、1000人は遠いな。ただ、この仕掛けやってるとね、どっかにね、パクンっていくときはあると思いますんで、それ目指してね、頑張ってやっていきたいと思います。頑張って、アクエリアス飲んでね、おにぎり食べて頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この動画はこれくらいでね、締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。